中国政府あの中国人民銀行がです、ね、で、えー、いわゆる暗号資産、えー、仮想通貨を全面的に違法化したと、えー、その取引だとかですね所有とか、そういうことを違法化したというニュースが流れてきてて、これはあの非常に大きなニュースだと思うんですけど、まあ、私はあの以前から申し上げているようにその、サトシ・ナカモトによるです、ね、ブロックチェーンのイノベーションというのは大変偉大なものだったと思うんですけども、それがその通貨という形で、これ、サトシ・ナカモト自身にもちょっと責任があると思うんですが、 えー、通貨という形で、そのか、従来の、その、法定貨幣ですね、フィアットマネーに変わるものとして認識されたことは、僕は歴史的な間違いだと思ってまして、えー、まあ、通貨の本質ってのは、まあ、今のところ、えー、良しにつけ、悪しにつけですね、国家というものと繋がっていて、国家の貨幣というのは、それなりの元手がかかっているわけですよね。えー、例えば、まあ、軍事だとか、その、社会システムの維持だとか、そういうものの、まあ、元手がかかっている、そのコミュニティの、 海兵として、まあ、MMT なんかの考え方も最近出てきますけども、まあ、国家が発行するものが海兵であって、その民間の人たちがですね、その、まあ、えっ、ー、と、暗号資産とか仮想通貨という形で濡れてる泡で、えー、どん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 その海兵を,をですね、発行するってことについては、まあ、合理性がないと。しかもその電力をも遅く食うと。あの、えー、地球のその環境問題を考えたときにですね、その暗号資産の、えー、ブロックチェーンの維持のために、それだけの電力を えー、食っているとその、えー、マイニングのためにですね、食っているというのは、まあ、合,法合理的ではないというか、ジャスティフィケーションできないという、でプルーフ・オブ・ワークはプルーフ・オブ・ステークに変わるみたいな、そのアルゴリズムの、えー、一部、改良があったとしても、それは本質的ではないだろうってことで、僕はあの、えー、と以前から申し上げているように、暗号資産、仮想通貨の価値は、えー、将来的には限りなくゼロに近づくと。 よう,うに予測していますで。これは私自身のあくまでも予想なんですけど、ただですね、イーロンマスクが一時期ドッチコインとかに売り上げ、入れ込んでたように、その、ある種の投機、スペキュレーションとして一時的にあ暗号資産に、まあ、えっ、ー、と、投資してそれを売り抜けるっていう生き方をする方がいても、それは経済活動の自由なんで、 それからその暗号資産の取引を通してその儲ける会社とかが出てきたとしても、それも一つの経済における活動の自由なんで、まあ仕方がないと。で、えっ、ー、と、まあ、でも依然せよ僕は暗号資産という仮想通貨というのはですね、えっ、ー、と、社会的な意義がほ、非常にあの設計が悪いので、えー、将来的には、あの、限りなく価値がゼロになるというか消えていくだろうと、まあ、予想してるんですけども、えー、今回中国政府がですね、えー、こういう形でその、 まあ、違法化したってことについては、えっ、ー、と、そういう意味においては、あの、おそらく、えー、中国政府のどっかにそういう暗号資産の本質を見抜いてる人がいるんだろうとは思う一方で、合意形成のプロセスとしては、やっぱりあの、まあちょっと無茶というかですね、には以上のような、えっ、ー、と、私が申し上げた暗号資産仮想通貨に対する、えー、認識っていうのは、まあ、違う認識の人もいるわけですよね。だから本来は、あの、いろいろな議論とか、 あの、検討を通して、合意形成ができていくべきなものなんだと思うんですが、中国政府の場合にああいう形でドラスティックに、ほとんど一夜にして、禁止ということが起こるということですね。で、あの、ですから、その合意形成のプロセスというか、政策決定のプロセスについては、かなり疑問があるということと、もう一個はですね、やっぱりデジタル人民元、これをまあ発行の準備をしているということなんですけども、先ほど申し上げたそのブロックチェーンの え、技術的な脆弱性っていうんでしょうか。えー、ドイツ電力を空だとかですね。そもそも、あまあ、ちょっとこれ今日の動画の中で申し上げる時間ないんですけど、そのブロックチェーンのようなそのネットワークにつなげたトークンとして、えー、カフェ、カフェを設計してですね、トランザクシアのたびにそれを、えー、まあ、検証するみたいな設計自体が僕はかなり疑問だと思ってますんで、ですから、まあ、中国政府の今回の決定については、あの、僕の立場から言うと暗号資産、 えー、仮想通貨についての、まあ、本質に沿ったものだと思いますが、えー、果たしてじゃあ中国政府がじゃあデジタル人民元についてはどういう態度をとるのかというのは僕は、あの、えー、興味があって、引き続き見ていきたいと思っています。えー、ちなみにその NFT なんですけど、NFT もですね、一時期大ブームになって、えー、どんどん高価な NFT が売買されたんですが、まあ僕は見るところ、その、えっ、ー、と、そのブームは広がらない。この NFT も実は、 えー、仮想通貨界隈の方々がですね、ある種セルフプロモーションとして、えー、やってるところがあると僕は、あの、見ています。ですので、NFT について、中国政府がど,どういう態度をとってるかというのは僕はわかんないんですけど、とにかくその、トークンに価値があるという設計自体が、ブロックチェーン上のトークンに、えー、価値があって設計自体が僕は、えー、合理性のない、えー、設計ミスだと。 私は、えー、このように考えています。えー、以上です。